今、広島県の山あいで作られたお米が評判を呼んでいます。作り手さんのお顔が分かる、大事に作りたいなっていう気持ちが増します。模様の部分とかにも賛同といいますか、ただ食べて美味しくてそれで終わりということにはしたくないので。これは三好市工務町の小川春隆さんがリーダーを務めるスマイル 10R が作ったお米、農家と企業を結ぶ田んぼのオーナー制度です。小川さんたちはあらかじめ複数の企業とお米の販売契約を結びます。町内にある休耕田や耕作放棄地を一括して借り上げ、農家に生産を委託します。契約時点でお米は全て買い取りを保証しています。さらに特別な方法で精米し、契約企業向けに個別にパッケージデザイン。お米を詰めるのは地元のお年寄りや主婦です。その資源を今のね時代に受け入れてもらえるような形でカスタムしていくっていうか、変えていくっていうことがとても大事だと思います。スマイル 10R が証明したこと、それは地域の課題や資源を新しい価値の創造に変えられるということです。